人口30万都市の勝ち抜け対戦その8、郡山市、前橋市、和歌山市、川越市。人口30万人台の都市24都市による勝ち抜き大会の第8戦目。今回は連続勝ち抜き中の前橋市と郡山市が、紀伊徳川家の和歌山県和歌山市と、小江戸で知られる強力なベッドタウンの埼玉県川越市に挑む。川越はかつて秋田とともに郡山と前橋と対戦し、勝利していますが、今回はどうなるでしょうか。いつもの論より証拠の10戦連続試合で勝負していきます。1試合目。15歳未満人口は和歌山市が川越を上回っています。医師数は和歌山市が前橋を上回る。過重地面積は郡山市が強い。ゴミのリサイクル率は川越が前橋を上回っています。製造業有形固定資産は和歌山市がダブルスコアの強さ。過重地入間人口密度は川越市が強い。和歌山市が勝利、2位は川越市。2試合目。人口総数は和歌山市です。過重地面積は郡山が広い。15歳未満人口は和歌山が川越より上です。製造業現金給与総額は川越市が和歌山より上です。医師数は和歌山が前橋を上回っています。人口総数は和歌山。和歌山市が圧勝、2位は川越です。3試合目。人口密度は川越市がダブルスコアの強さ。ゴミのリサイクル率は川越が強い。課税対象所得は川越が前橋より上です。金融保険業売上は前橋市が強い。卸売業事業所数は郡山市が抜けています。財政力指数は川越市が強い。川越市が勝利、2位は前橋。第3試合終了時点の順位。1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。和歌山と川越が勝ち点7のスタートの序盤戦。前橋も苦戦中ですが、郡山に至っては勝ち点0という厳しい展開です。4試合目。一般病院数は和歌山市が強い。大型小売店数は和歌山市が強いです。1万人あたりの刑法犯認知件数の少なさは郡山市です。薬剤師数は和歌山市が1000を超えています。飲食店数は前橋が和歌山を上回っています。宿泊飲食業売上は郡山市が強い。和歌山が快勝、2位は前橋。5試合目。経常収支率は郡山が強い。農業畜産は桁違いの強さの前橋。実質交際比率は郡山。製造業現金給与総額は川越が和歌山に上です。運輸郵便業売上は和歌山が強い。工業はデータ不足です。郡山市が勝利、2位は川越。第5試合終了時点の順位。和歌山と川越が勝ち点10で優位。前橋と郡山が追いかける展開です。6試合目。製造業事業所数は和歌山市が強い。学術研究業売上は前橋市が受けています。卸売業年間商品販売額は郡山市が強い。実質交際比率は郡山市が上です。経常収支率も郡山市が強い。生活関連娯楽業も郡山市が強いです。郡山が快勝、2位は前橋と川越。第6試合終了時点の順位。川越市が首位浮上。和歌山は連敗で後退しました。前橋と郡山が僅差で追いかける展開。7試合目。小売業売り場面積は郡山市が広い。刑法犯認知件数の少なさは郡山市。昼間人口は和歌山市が多いです。小売業年間商品販売額は郡山市が和歌山市より上です。卸売業事業員数は郡山市が多い。郡山が準パーフェクトの圧勝。2位は前橋と和歌山。第7試合終了時点の順位。
郡山の怒涛の追い上げの結果、1位から4位までの勝ち点差が2という大混戦になっています。8試合目。建築床面積は和歌山市が前橋より上です。卸売業従業員数は郡山市が強い。学術研究業売上は前橋市が抜けています。推薦人口比は川越市が強い。果樹地面積は郡山です。小売業事業所数は和歌山市が前橋などに勝利しています。前橋が快勝、2位は郡山。第8試合終了時点の順位、前橋が首位に浮上です。ただ依然として1位から4位の勝ち点差は2という大混戦が続いています。残り2試合です。9試合目。地方勢は和歌山市が川越を上回っています。卸売業年間商品販売額は郡山の強さ。15歳未満人口は和歌山市が強い。農業産出額は前橋がダブルスコア。一般診療所数は和歌山市が強い。製造業原材料使用額は和歌山市が強いです。和歌山市が快勝、2位は前橋市。第9試合終了時点の順位、次が最終戦となりますが、和歌山と前橋が勝ち点16で並び、三差で郡山と川越が追いかける展開となっています。最終戦、農業畜産は桁違いの前橋。建物火災の少なさは川越市です。製造業アラフ価格額は和歌山市が川越に勝っています。不動産物品業売上は郡山市が強い。人口密度は川越市がダブルスコアに近い数字です。1万人あたりの薬剤指数は和歌山市が強い。川越市が勝利、2位は和歌山市。全10試合の最終結果が出ました。和歌山市勝ち点18、前橋市勝ち点16、川越市勝ち点16、郡山市勝ち点14。4都市が実力格中のギリギリの戦いとなりました。ここまで互角だと対戦項目の運に左右されたかと思います。ちなみに例えばですが、勝ち点計算が1位5点、2位3点、3位1点、4位0点なら、順位が変わってしまうほどの互角の戦いでした。4回1位の和歌山市が優勝です。2位は1回しか1位がないものの、5回2位で4位が最小の1回だった前橋が、ポイント差6で川越の上を行きました。その川越は2回1位、4回2位でしたが、わずかに届かずの3位。郡山は3回1位も3回4位の影響で最下位となってしまいました。和歌山市と前橋市が上位2都市となり、次の対戦へ勝ち抜けです。次は群馬県高崎市と長野県長野市が登場です。チャンネル登録をしていただけると、次の戦いが見やすいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどお願いいたします。